はい、おはようございます。トティのたけし農場です。今日は3月の29日です。で、たけし農場のね、植木鉢いちごですね、とちおとめなんですけど、この軸がこうくの字に曲がってしまいました。なぜかというと、このいちごがね、大きくなってきたために、その重さでね、途中からこうくの字に曲がったという状態です。で、このままではね、あまり良くないんで、これをね、この後ね、畑へ移動したいと思います。で、28日からね、昨日から、畑への移動始まりました。いちごの苗のね、移動始まりましたので、それと一緒にね、畑へ移動したいと思います。今日中にはね、畑へ移動できるのかななんて思っております。はい、とちおとめですね、植木鉢いちごは今日で終了です。畑へ移動します。もうちょっとあれだね、全体を映さないと分かんないね。はい、この辺ですね。はい、この辺で、はい、このね、いちごの重みで、ここからちょっとくの字に曲がってしまったというような事象が起きております。以上です。